皆さんこんにちは。今朝こちらの、戦略的名刺交換営業術セミナーの DVD をご購入いただきました、石川県加賀市にお住まいの、整体マッサージ鍼灸治療院を経営している、友博さんからの嬉しいメールが届きました。友博さん、この DVD をつい最近ご購入いただいたんですが、 DVD の通りに話をしたところ、営業に来た方との会話が今までになくですね、自然に質問などができて、相手の方のことが非常によく見えてきたというふうに、まあ、本当に朝の第一報でメールをいただけて、とても私もテンションが上がっています。そうなんですね、名刺交換というとですね、皆さんいかがでしょうか。ビジネスマナーで名刺のやり取りの仕方はね、教わったことがあるかもしれないんですけれども、もうただ単に自分の名刺を渡して、お相手のをいただいて、お名前だけ確認する、そのやり取りだけではあまりにももったいないんですね。名刺交換というのは格好の自己 PR、 そして営業につなげる、その後のビジネスチャンスにつなげる、本当に大きなチャンスになります。ただその初対面の、名刺交換の場で、いろんな悩みを持ってらっしゃる方が非常に多いんですよね。こちら書いてみましたけれども、まあ、せっかくの自己 PR、 初対面ですから自分のことを PR するチャンスなんだけれども、ちょっとね、困った顔を書いてみましたけれども、何を話したらいいのかわからない、ね、名刺交換していきなり自分のことを売り込み始めても相手には惹かれてしまいますよね。ただやっぱり異業種交流会とか、そういったビジネスの交流会に行くとですね、みんなやっぱり自分のことを伝えたいと思っているので、どうしてもですね、こっちがちょっと話を振ると、わーっともう自分のことを一方的に話をして、全く私のことを聞いてくれないというね、そういうちょっと一方的なPR をされる方が少なくないです。それはもったいないんですよね。関係性を築く上ではちょっと残念な、名刺交換になります。またですね、どんな手順で、どのようなタイミングで自分のことを PR すればいいのか、相手の方ばかり話しているときに、自分のことも言いたいなと思って、話を聞いているとちゃんと聞けないですし、じゃあどんなタイミングで一方的に相手の話を聞くだけでいいのか、いつじゃあ自分の話に切り替えればいいのか、そういうこともわからない。そもそも自己 PR って何を伝えたらいいのかわからないので、本当に毎回の名刺交換悩みつつ、でも自分なりに納得があまりいかない形で終わってしまっているっていう方多いと思うんですよね。当然ですね、こういったことはあまり研修でね、教わったりする機会もないと思います。というわけで、私はこの名刺交換営業術という名刺交換シーン、初対面の相手に自分をいかに PR するか、ただ押し売りではなく、相手から当然嫌がられない。そして相手が自然とあなたに関心を持ってくれて、もっと聞かせてくださいと相手の方から言われてしまう。相手の方からそのように皆さんに興味を持ってくれる。そしてその次にまた会いたい人になるための、名刺交換シーンでの4つの会話ステップ、会話術を盛り込みました。そんなセミナーを、昨年から、まあ、自主公開のセミナー、そして企業研修でも、商工会議所様からも、いろいろとお声掛けいただいて、営業マン、経営者の方にさせていただいています。で、いろんな感想も頂戴してるんですね。とっても嬉しい成果が出ています。例えば、こちら、フラワーアレンジメントの講師をされている加藤さん。先日営業で初めて入った酒屋さんで名刺をもらって、いろんな話をして、今度コラボしようと、ね、仕事でコラボしようと言われました。今までだったら酒屋さんで名刺交換をしようなんて思わなかったですということで、ね、実際にこのセミナーで学ばれたことを実践されると仕事の話が舞い込んだと。こちらはエステサロン経営者の諸橋さんです。普段の人との関わり方まで深く幅広く知ることができました。実践を重ねることで、どのように名刺交換したら良いのか理解でき、とても楽しく、先生の素晴らしさを実感しました。というね、ちょっと恥ずかしい お褒めのお言葉もいただいたんですが、ありがとうございます。そしてこちらは、精密板金業の社長さんから頂戴しました。このセミナー、実習もあって、和やかな雰囲気で楽しく充実したセミナーでした。名刺交換だけでなく、ホームページやお客様の対応にも共通する部分が多いと思いました。今後、自社の PR 動画を作るのに大いに応用できそうです。
まあ、自己 PR の仕方もこの名刺交換営業術でお伝えしているので、それを、自分の会社のご自分の会社の PR 動画を作る際にも活用できそうだという声ですね。嬉しいです。名刺交換の印象付けをいかにするかが悩みでしたが、まあ、こういう方多いと思います。15秒 PR など勉強になりました。名刺交換での心構えの必要性からのステップが他のセミナーではやらない内容で分かりやすくて納得できました。こちらは防犯システム販売会社取締役の足立様からいただいています。そしてこちらは、和田精密試験株式会社の、ワニブチ様から頂戴しました。非常に素晴らしいセミナーでした。明日からの名刺交換の時間できっと今までより100倍お話ができる。こういうセミナーは企業こそもう一度学ぶべきだということでね、実際に、ワニブチさんのところでは企業研修にもつなげさせていただきました。ということで、営業トークというのは非常に大事なんですが、一方的な売り込み、PR になってしまっては、それでは、相手の方の気持ちを開くことができません。やはり相手とお互いに、信頼関係で理解し合いながら、そして自分自身のあなたのことにも興味を持ってもらって、相手から聞かせてほしいと言われるような戦略的なアプローチ、会話術というのがとても大切になってきます。その会話のステップを4つに分けて、解説しまして、そして実践ワークも入っています。この戦略的名刺交換営業術セミナーを余すことなく収録したのがこのセミナー DVD になります。まあ、セミナーで生で体験していただくのもとてもいいんですけれども、この DVD 何度も何度ももうね、1回見ただけではなかなか身につかないですよね。ですので何度も繰り返しご覧いただくことで、もう本当に体で、ちゃんと体得できて、そして本当に名刺交換のシーンでもその動きが、その、質問の順番であるとか会話っていうのが自然に口から出てしまう。体で体得すること、覚えることってとっても大事だと思います。もうね、自分が納得するまで学習、反復学習ができるというこの、営業術、名刺交換営業術セミナー、ぜひね、企業様の営業マンの方にも見ていただきたいですし、起業された、事業主の皆様営業マンの方にもご活躍いただきたいなというふうに思っています。というわけで今日は、嬉しいこちらのセミナーの、そしてセミナー DVD のご感想を紹介させていただきました。小紫まゆみでした。